1863年7月2日、生麦事件賠償交渉のためのフランス軍艦、セミラリース上での日英二日入り。手前、フランス語通訳、フレデリック・ブレックマン、幕府通訳。こちら向き、三人の神奈川奉行、フランス公使ドベルクール、若年寄り、坂井氏、英国海軍、オーガスタス・レオポルド・キューパー提督、フランス海軍バンジャマン・ジョレス提督。 イギリス大理ジョン・にいる。サー・オーガスタス・レオポルド・キューパーは、英国王立海軍の提督で、祖先は、ドイツ系、バスクン賞の受勲者である。撮影戦争及び下関戦争の司令官を、務めた。1837年6月19日に、サー・ジェームズ・ジョン・ゴードン・ブレマーの長女である、エマ・マーガレットと結婚している。1823年に、 士官候補生として海軍に入る。1830年2月20日には注意に昇進。翌1831年10月17日、アイルランド艦隊でエドワード・ラッセル卿が艦長を務めるサベージの乗組員となる。1832年4月9日には、ラッセルと共にスペイン海域艦隊の戦闘スループニムロットに移動した。 1833年8月27日、ラッセルの後任として、ジョン・マクドゥガルが着任したが、キューパーは、スペイン・ポルトガル海域艦隊に泊まった。1836年3月30日から、アレグザンダー・レントン・シャープが艦長を務める三等戦列艦、民伝に、上艦。1837年7月10日には後に、ギフとなるゴードン・ブレマーが指揮するアリゲーターへと、 移動した。アリゲーターはオーストラリアにあり、植民都市であるポートエシントンの建設に関与した。1839年7月27日、キューパーは会議でありながら、戦闘スループペローラスの艦長代理となる。11月25日、ペローラスはポートエシントンを襲ったサイクロンのため、座礁したが、怪我人はなくまたしばらく後に離床に成功した。 1840年12月中佐に昇進したが、ペローラスの艦長を務めた日に遡っての昇進が認められている。1840年3月5日、アリゲーターの艦長代理となり、アヘン戦争に参加した。1841年6月8日、大佐に昇進。同月14日にカライオピーの艦長に就任し、関東の占領に参加した。 1842年1月21日、バス勲章ン賞を授与される。1850年7月3日、半層フリゲートセティスがプリマスで収益すると、その艦長となり、1854年2月まで、その任にあった。1851年から53年にかけ、セティスはアメリカ大陸南東岸と太平洋に航海したが、バンクーバー島と、 米大陸との間のジョージア海峡にあるキューパー島は彼の名前にちなんだものである。1855年8月13日から1856年1月24日にかけてロンドン及び地中海で勤務した。1861年に少々に新旧、サージェームズ・ホープが指揮する英国東、インド、中国艦隊に派遣される。 1862年6月26日、第2次、東前でラ事件が発生した。英国代理公使ジョン・ニールは、中国のホープに艦隊の派遣を要請した。これを受けてホープは、キューパーを、スクリューフリゲートユーラアラスと共に、横浜に派遣した。キューパーが到着したのは9月14日、すなわち、生麦事件当日の夕刻であった。この際、キューパーは、 積極的な行動は取らず、ホープの命令に従い、日本の海上交通の封鎖が可能か否かを調べ、一旦上海に戻っている。1862年10月29日には、ホープの後を受け、東、インド、中国艦隊の司令官となった。この時中国は、太平天国の乱の後半にあったが、同地のフランス海軍の司令官が中条であったため、釣り合いを取るために、 キューパーも一時的に中将に昇進している。撮影戦争において、戦列を引いて、鹿児島を砲撃する、由来アラス1863年1月31日、品川、五天山に建設中であった新英国公使館が、焼き討ちに遭うと、生麦事件後も、日本の上位機運は高まるばかりであった。このため、キューパーは再び、日本に向かい、 3月22日横浜に到着した。この時、キューパーは横浜に可能な限りの艦隊を集めることとした。この圧力もあり、6月23日に幕府はナモ麦事件の賠償金10万ポンドの支払いに同意した。1863年8月6日、薩摩藩との残りの賠償金2万5000ポンドの直接交渉のため、キューパーは 由来アラスに正気を掲げ、7隻の英国軍艦を率いて横浜を出港。8月11日に鹿児島沖に到着した。この遠征にはニールも同行した。8月14日、ニールは薩摩藩の使者に対し要求が受け入れられない場合は武力行使に出ることを通告し、翌日戦闘が開始された。8月17日、英軍は 鹿児島から撤退した。この際、ユーライアスの艦長と副長が戦死している。1864年には、キューパーは4カ国連合艦隊17隻の司令官として、再びユーライアスに正気を掲げて、長州藩を攻撃した。その際の通訳は、アーネスト佐藤であった。この時の功績により、1864年2月25日に、 バス勲ン賞を授与され、正式に中条に昇進した。ありがとうございます。